椅子の上足を動かすの怖いなって、あ、すいません、私椅子の上組じゃないんですよね椅子の上組じゃないんですよ。でも椅子組はまだその最初の誘惑のがあったなところで、ちょっとポーズするときに椅子を使えるからあれなんですけど、立ち組はほんそうスッとあの高いヒールで、あの綺麗なね、何なんだっけ、七面鳥だっけみたいな、そのポーズ取らなきゃいけない、あれ苦戦したわ。セクシー枠ステージでニヤニヤしてて面白かったです。私ニヤニヤしてないよ。え、私ニヤニヤしてないよ。ニヤニヤはしてないよ。ごめん、ニヤニヤしてない。七面鳥なんや、なんや、いや知らん、知らんよ、知らん、知らんけど、どういうポーズかかんないけど、た例えただけ、なんだっけ、つるみたいなやつ、全然違うと思うけど、そう、通してマチャリンさんともめちゃくちゃ仲良くなったっていう。ずっとあのそのセクシーの2曲はマチャリンさんとずっと隣なんですよね。ずっと隣だから、このセクシー選抜の機に今までいいほとんど喋ったことがなかったマチャリンさんと仲良くなりました。マジでセクシーありがとうって感じで、めっちゃ褒めてくれんの、マジで。アチャリンさんってほんと変わってるよね。ガリガリが好きなんだって。そう、ガリガリ好きって言って、めっちゃ褒めてくれるから、アチャリンさん好きっすね。シュシュ多くて大きくて可愛いねって、ありがとうございます。最近シュシュをつけるのにハマっております。3日くらいで多分飽きるけど、あと10分くらいで終わりにしようかな。10分、5分、3分、2分くらいで終わりにします。あ、そう、なんかまなみさんが言ってたんですけど、なんかツイッターで褒められてたらしい昨日の単独コンサート、何の曲かわからんけど、なんかめっちゃ褒められてたよみたいな感じで言ってたから、え、何のことって思ったら、ツイッターでなんか結構褒められてたよって言ってて、まなみさんが、もう見てないんですけど私は。そこがなんとなく嬉しかったですって、ほんと
みたいな感想。小学生かな。ラブ修行でゆうこさんと遭遇してないです。私ラブ修行の時一回平場にいたので、平場ステージで踊ってたの でゆうこさんが2階のステージでそう巻き込んでいたので、遭遇はしてないです、残念ながら。遭遇したかったね、遭遇したかったな。でも平場だったからね、遭遇はむずかったです。